でも注目される大谷翔平投手とその妻、まみこさん。彼らの姿がメジャー開幕戦の中継で注目を浴びる中、NHK が何度も釈明を行ったことが話題となっている。20日のドジャース・パドレス戦中継では、大谷の打席の際にまみこ夫人や大谷の両親が客席で観戦する様子が放送され、その度に実況アナウンサーが現地制作の国際映像で放送していますと説明を行った。この一連の出来事に対し、SNS 上では様々な反応が寄せられている。NHK が何度も釈明を行った背景には、誤解を避けるための配慮があると見られている。NHK のカメラが大谷の妻ばかりを狙っているとの誤解を招くことを防ぐため、実況アナウンサーが注釈を入れることで視聴者に正確な情報を提供しようとしたのだろう。一方で、このような注釈は一部の視聴者からは面白おかしいとの評価もされており、実況アナウンサーのアプローチは賛否両論を巻き起こしている。現在 TBS 系列で放送されている人気ドラマ不適切にも程があるでは、暴言や暴力シーンの際に特定の注釈が入れられていることが話題となっている。このような注釈は時代や文化の違いを考慮したものであり、NHK のアプローチも同様の意図があるのかもしれない。 NHK の釈明に対する反応は様々だ。一部の視聴者は NHK の配慮を称賛し、防火思想を学ぶといったコメントが寄せられている一方で、いちいち注釈を入れるのは面白いという意見もある。また NHK のアプローチは視聴者に正確な情報を提供すると同時に、誤解を招く可能性を排除するための効果的な手段であるとも言える。今後も大谷翔平選手やその妻、まみこさんの活躍が注目される中、 NHK の中継での配慮が注目されることは間違いない。彼らの姿が放送されるたびに、 NHK がどのようなアプローチを取るのか注目が集まっている。